最近寒くなってきましたね。寒い日といえば温泉ですね。ということで本日もやってまいりますよ、日本全国温泉駅巡りの旅。すごい、なんか黄色いのあそこ、なんか冒険してるみたいです。うおー、なんじゃこりゃ。いや、川井温泉はもっと伸びるべきだと思うんだけどね。ここはもう超おすすめ、もうすげえ面白い。札幌帰るぞ俺は。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ということで今日は釧路駅からのスタートですが、今日はね、釧路湿原モロッコ号が普段は行かないんですけど、川湯温泉まで延長運転となっております。乗り換え時間もあんまりないんでちょっとせわしないんですけど、まあ、詳しい説明は後ということで、今日は本当に珍しく今日だけなんじゃないかな、10月は川湯温泉まで延長運転でございますので、この機会に川湯温泉に行ってみようと思います。ということで今回乗るのはこちらモロッコ号でございます。なんかてっぺんでくるくる回ってるけど、これなんだろうね。機関車のことは僕よくわかんないんだけど、なんじゃらこれ。モロッコに乗るのはずいぶん久しぶりなんですけどね、前に乗ったのはマシケモロッコに乗って以来じゃないかな。ここに来るまでの大空も指定席満席でね、自由席もいっぱいいっぱいだったから、モロッコも混んでるんじゃないかな。この通り、サボも釧路から川湯温泉となっております。私は自由席に乗ります。指定席はモロッコ特別仕様ですが、自由席車両は古き良き国鉄客車の内装です。フリー Wi-Fi がついた国鉄型車両も割と珍しいような気がしますよね。汽笛を一発鳴らして釧路駅を発車します。さて、日本全国温泉駅巡りの旅ですが、下調べなしで温泉駅に行って日帰り入浴できるのかを検証する企画となっております。今日は釧路スタートなので今日中に釧路に帰ってくる必要があります。川湯温泉駅に着いてからは情報を現地調達して足湯に入る、日帰り入浴施設に行く、牛乳一気飲みの3つをこなして釧路に帰ってくるという流れになります。今回は川湯温泉までは観光列車に乗車ということで、観光客気分で道中も楽しんでまいります。釧路湿原モロッコ82号川湯温泉行きです。次は東釧路に停まります。11時11分、続きまして釧路湿原11時31分舗装課11時37分道路11時51分市電車12時17分摩周13時8分終着川湯温泉には13時32分に到着いたします。今年で釧路湿原モロッコ号は33分を迎えております。そして本日は現地の川湯温泉駅までの臨時車庫を通りしていただいております。ご覧のように釧路湿原の中は広い規模で自然が残されています。昔は海の底だったところで底なし沼が広がっており、塩分も強いので開拓をすることができませんでした。昔は不毛の大地と呼ばれましたが、この不毛の大地こそが貴重な農作物の生息地であると後に言われたので、山頂は渡り鳥ではございません。自分の家を決めて生活をする流鳥でございます。昔は本州各地でも見ることができましたが、乱獲や開発などにより一時は絶滅したと言われました。でも人が入り込めないこの釧路湿原に単調が生き残っていたのです。北海道では石
川、串尾川、十勝川に次ぐ4番目に長い川です。初めて釧路川を見た方、もっと清流だと思っていたという方も多いのですが、源部分にあたる釧路湖付近では川の底が石の田で澄んだ釧路川を見ることができます。この辺りは川の底が泥炭になっているので、このような土色になります。ですから今皆様に見ていただきました川の色が釧路湿原の色ということになります。皆様には釧路湿原を代表する景観の一つ、釧路川の河口の様子もいくつか見られますが、そのうちの一つを一番近いところからゆっくりとご覧いただきました。これは鉄道からならではの風景となっています。聖女の入寮は釧路管内のおよそ 30% を占めています。シベチャでは20分ぐらい停車時間があるみたいで、ホームにはシベチャ高校の学生さんがなんか販売しております。今回この川湯温泉まで延長運転ってことで、この立派なサボも用意されてますな。普段から川湯温泉まで行ってくれりゃいいのにな。すごい、シベチャには立派な駅名標があるんですね。なんか鐘がついてますな。ノロコ号、この真上から見れるポイントってあんまりないんじゃないかな、もしかして。結構レアなのでは。すごいね、このね、僕ローカル線のこの Y 字分岐がすごく好きなんだよね。いやーいいね。なんか謎のゆるキャラもお出迎えに来てくれて、しべ茶町はなんか盛り上がってますな。もうなんかしべ茶町の方も来てて、なんかお菓子もらいました。トールパイっていうなんかお菓子をもらいましたぞ。ちょっとピント合わねえけど。どうもありがとう。気合入ってますね、しべちゃん。しかもこれ客車なのに車椅子マークってなんか現代チックですね。いいね。後ろ側3両は指定席なんですけど、一番前が自由席。これだけね、なんかちょっと気合入ってないんだよね。でも、まあ、こっちの方が風情があって僕は好きですけどね。すごい、士別線起点の日がありますよ。ここから出てたんですね。すごいね、今は昔感が半端ないですけど、機関士もなんかベテランのうんちゃんって感じがするね。白髪が光ってかっこいいですね。初めて来たけど割と雰囲気良さそうな街ですな。これがしべちゃんの駅前ですか。セブンイレブンがあるな。でもすごい立派な駅ですね。北見駅をちっちゃくしたみたいな感じの形してますけど、かわいいですね。しべちゃんの皆さんのお手振りでお見送りです。車内では乗車証明書をもらいました。川湯温泉特別仕様になっております。入れるんでしょうかね。なんかこの辺、この辺になんかありそうですな。距離感がどれくらいなのかよくわかんないけど、ちょっとじゃあこれ写真撮ってこれを元に行ってみるか。もうすでにここに足湯が
存在しますな。まあ、ここでも入ろうと思えば入れるけど、ちょっと別のとこ探そうかな。すごいね、川湯温泉駅でございますぞ。川湯温泉へようこそということで、なんか地図もございますな。今ここが駅で、ね、まあ、鷹山っていうのが多分なんかね、ちょっと有名なスポットなんですよね。で、ここら辺に温泉街があるということなんだけど、距離感があんまりよくわかんないんだけど、鷹山まで3キロで、温泉街まで5キロらしいですね。で、今度帰りの列車の発車が15時ちょうどだからね、あと1時間半くらいで戻ってこなきゃいけないんだけど、戻れるかな。もうなんかすでにあの辺でモクモクしてますけどね、あの辺が多分鷹山なんじゃねえかと思うんですけど、結構ね、ここに到着する前からすごくもう列車の中も硫黄臭くてですね、なんか近づいてんだなっていう感じがしましたけど、いやーすごいね。なんかあの看板によれば鷹山右1キロ温泉は右3キロって書いてますね。本当かな。なんか距離感覚とか道がよくわかんないんですけど、本当にこっちでいいんだろうか。結構長かったね。 2時間くらいかかったかな、釧路からここまでね。なかなか長かったですな。でも自由席乗ったんだけどね、なんかすっげーうるせえ鉄オタグループがいて、ね、もう8人くらいで乗ってたんだけど、マジでうるさかったんだよね。本当にお願いだからね、鉄オタの皆さんはね、グループで乗るときは黙って乗っててください。本当にもううるさくてしょうがないんだから。もうナレーションで説明したかどうかわかんないですけど、この日本全国温泉駅巡りの旅では、この下調べなしでちゃんと温泉に浸かるというのがミッションでございますのでね、温泉を探しますよ。とにかくどこにあるんだろうね。なんかパンフレットみたいなのはね、特に駅に置いてなかったんだよね、パッと見た感じはね。いやー、あるかなあ。手鹿川の方からここまでのバスがあるんですね。でもなんかこれに沿っていけば、なんか川湯温泉に着けそうな気がしますね。すごいぞ、300メートル先川湯温泉左って書いてる。あ、これならなんかたどり着けそうな予感がします、ね、さっき列車の中でも言ってたけど、もともとは川湯温泉じゃなくて川湯駅っていう名前だったらしいんですけど、こっちは川湯駅通りっていうバス停になってますね。ほんと結構なんか鉄オタっぽい人がいっぱい乗ってたんですけど、鉄オタの皆様、温泉駅に泊まってるのろっこ号に夢中みたいで、全然街の方には繰り出してこないですね。今が一番いい時期な気がしますね。なんか僕ちょっと厚着ですけど、まあ、僕寒がりだからね、結構厚着でもうダウンジャケットとか着てるんですけど、多分今日気温10度前後だと思うんですよね。これぐらいがね、多分温泉入るのに一番ちょうどいいですよね。これ真冬になったら、またこれ駅から温泉街まで歩くのも結構大変ですからね、きっと。いやー、なんかいい時期に延長運転してくれたもんですわ。いや、本当にノロッコ良かったですよ。ねえ、ガイドさんもすごく、なんかハキハキ喋ってるしね。なんか結構いいこと教えてくれましたしね。なんか楽しかったですよ。いやー、これはね、なんかもうちょっといっぱい運転頻度を増やしてほしいなと思うんですけどね。やっぱね、灯籠までだとちょっと物足りないんだよね。ただ川湯温泉だと長すぎるかなっていう気もするんだよね、往復乗るとしたらね。その点はちょっとあれですけど、まあまあ、いやー本当にね、個人的には大満足でございます。のろっこ川湯温泉号いいね。じゃあ鷹山も川湯温泉もここ左らしいので、こう左に曲がりますね。いやでも時間がね、あと1時間10分しかないから結構急がないといけないよね。まあ、5分前に駅に戻るとして、ここまで10分くらいかかってるかな。まあ、45分くらいにはもう出始めなきゃいけない。あんまりゆっくり してる場合じゃないなここ曲がるの、なんか熊さん出てきそうだけど大丈夫かな。あ、でもここ川湯温泉入り口っていう交差点の名前ついてんだね。立派に名前ついてるわ。すんごいなんかうっそうとしてるけど、本当にこれはある日森の中で熊さんに出会っちゃいそうですけど、大丈夫かな。
出会っちゃったらどうしようかな。どうしようね。怖い。時間ないから走ってるんですけどね。全然つかないね。こんなに1キロって遠いのかね。すげえ遠いな。はあ、まあ、ちょっと山登ってるからね。はあ、登り坂なのもあって、あんまりスピードも出ないんだけど。はあ、そして、駅からこっちに向かって歩いてくる人も全然いないしね。はあ、はあ、僕だけだよ。みんな何しに川湯温泉に来たんだ。のろっこ乗りに来たのか、そりゃ。まあそりゃそうか。そりゃそうだけどね。はあ、はあ、まあすごい硫黄山 P が見えてきましたよ。硫黄山着いたぞ。おお、あるね、あるね。おお、なんかこの辺もすごいな。ああすごい、なんか黄色いぞあそこ。ちょっとここじゃ見えないや。これほら、これわあすごいね、なんか黄色いよ。硫黄だこりゃ、すげえ。いやこれ行きてこれも行きたい。めっちゃ行きたいけど、今回一応温泉行き巡りの旅企画でやってるからね。温泉にも行かなきゃいけない。いやー、まあ、すごいね。行きたい。でもここまで1キロだからね、あと2キロあるんだよ、温泉街まで。これ間に合わねえんじゃねえかか。ねえ、結構遠いわ。僕高校生の時の体育の時間に3キロ走るっていうのをなんか毎週やってた時期があったんですけど、僕16分くらいかかるんですよね。3キロ走るのにすっげえ遅いんですけど。そうだよね、僕が本気で走って16分なんだから間に合わないよね。30分じゃ行って帰ってくるのね。ちょっとこれ川湯温泉は無理かもしれないぞ。遠いぞ思ったより。せっかく来たのにね。ダメじゃねえかこれじゃ。企画倒れだよ。こんな遠いんだね、川湯の温泉街は。へえ、あ、でもすごい硫黄の香りするわ。いい匂いだ。なんかね、ここら辺だけ木がなんか低くて、なんか変な感じでございますぞ。川湯温泉まで2キロって書いてるよ、この看板。2キロだよ、2キロ。ちょっと無理じゃないか。あ、ここってか、もうほとんどこう峠なんだね、ここ。こっから下り坂だ。せっかく来たのにな。2キロか。なんかよくわかんない鳥がいるな。誰ですか、あなたは。鳥詳しい人教えて。硫黄山も行きたい。こっちの方がなんか興味ある。山の上だからね、なんか温泉街の位置とかなんとなく見えないかな。なんかすごいね。なんか今まで見たことない系統の景色な気がする。すごいね、川湯温泉ね。まあ温泉街まで来れてないけど、こんなんなんですね。なんか日本とは思えないですね。こんな景色があるんですね。そしてこの素晴らしい風景を独り占めしているっていうね、いい気分でございますよ。すごいね、誰もいねえんだもん他に。歩いてくるやついないよこんなとこ。みんな車で来るんだよこんなとこね。でさ、なんかさっきの地図の距離感おかしいなと思ったら、途中この辺二重線引いてあって省略されてるよね、この途中ね。本当はもっとここ距離長いんだね、本当はね。だからこの地図縮尺書いてなかったんだね。ひどいな、これ。本当はもっと長いですよっていうのをね、ちょっとアピールしてほしかったよね、これ。こんな近いもんかと思ってたら、全然そんなことなかったわ。厳しいね。これはなんかシャトルバスみたいなの欲しいですけどね。見てください、これもう。温泉街、
の風景じゃないですよこれ温泉には着かないよこれこの道歩いても、いや着くんだけど、着くんだけどね、なんか10分とか15分とかで行って帰ってこれるような距離じゃねえわこれはということで、ちょっとこれ諦めていいですか諦めてちょっと硫黄山行って、あの硫黄山でお茶を濁して駅前の足湯に使って帰るってことですよ。これちょっと帰れる列車乗れなかったら困るからね、そういうことにさせてください。ちょっと川湯温泉街はね、またいつの日かリベンジするということでちょっとこちらをお届けしたいと思います。おー着きましたね。わかりますかね、このスケール感っていうかすごいなんかこれ人がね、もうなんかもうゴミのようなんですけど、ちょんって感じなんですけど、いいね、なんかこれぞ北海道って感じがしますな。もうちょっとこれ売り出せばいいのにね、これすごいよ結構これね。なんか入場料800円、1000円ぐらい取ってもなんか許されそうな気がするけど、徒歩なら入場無料でございます。なんかもう特になんか道とかあるわけじゃなくて、なんか吹き出てるんで勝手に見てってくださいみたいな感じで、なんだこりゃって感じだけどね。なんか一応まあ管理はされてるけど、ご自由にどうぞみたいな感じが、なんか他のこう日本の観光地とは一線を画してる感じがしますね。なんか海外の観光地みたいなすごいね、まあ、ちなみにね、あっちの小屋はやっぱお土産屋さんみたいで、別に温泉みたいなのはないみたいですね。じゃあちょっと行ってみますかね。これもうすごいね、ほい、あら、なんでここ白いんだろうね、よくわかんないけどなもう草木も生えれないんですか ね。当然ですけど、ここ活火山らしいので、なんか元気になると入れなくなったりするのかもしれないですな。いやーすごいね、この本当に道も何もないっていうのが、なんか楽しいですね、なんか冒険してるみたいです。あ、なんかこの辺から徐々になんか黄色い何かがこびりつき出してますね。風向きによってはこっちに飛んできたりするってことなのかな。今日はね、僕の今のところ背後から山の方に向かって風が吹いてるんですけど、こっちに吹かれたら臭そうだなあ、すごいねこれ、もう随分目の前でボコボコやってるけど、これ大丈夫なんですかね。しかもこれ柵の内側だよね触れちゃうよこれ、触ったら多分熱いと思うけど、すごいねこれ。普通こういうのってさ、柵のあっち側に置いとくもんだよね。すごいね、日本にしては珍しいよね、こんなこっち側にあるって、ね、いいのこれこれすごいね、なんじゃこりゃ、暑そう、これ大丈夫なのこれ、やけど注意としか書いてないよね、別に近づいちゃダメとも書いてないしね、すごいな、うおー、なんじゃこりゃこれですごいね、なん か風向きがこっちになってきた。これね、なんか雨の人が来たらツンツル天になりそうですね。まあ僕最近ね、靴をちゃんと買い替えてなくて、そこがペラペラだからね、雨の日来たらなんか滑って転げ落ちちゃいそうですね。噴出してる湯気で温泉卵作れそうですね。あーすごいね、マッキッキーだよこれ、こんなマッキッキーな湯を見るのは初めてかもしれない、すごいね。なんか昔はね、この硫黄山から硫黄をいっぱい積んで、なんか船かなんかに乗っけて釧路まで運んでたみたいな話をなんかノロッコの中でしてたような気がするんですけど、あーすごいね、これは豊作だったろうねあー面白いねここ。へえ、いや川井温泉はもっと伸びるべきだと思うんだけどね。おーすごいね、出てるよこれ。いやーいい景色ですな。そして
や、温泉街なんて全然見当たらないけどね、どこにあるんだろうね。どれのことだから全く分かんないや。じゃあちょっと時間もあんまりないのでそろそろ駅に戻ります。ちょっと名残惜しいけど、とにかくね、ここすごい、ここはすごい、もう超おすすめでございます。川湯温泉も行きたかった行きたかったけど、意外と歩いていくには遠かったっていう話でした。あのね、ノロッコのダイヤがね、もうちょっと遅ければね、なんかせめてあと1時間あればね、行って帰ってこれたと思うんですけど、ちょっと残念ですね。ここら辺はなんかうまくあの JR さんにはダイヤを組んでいただきたいですね。まあでも普通歩いて川湯温泉まで行こうと思うやつがいないと思うんでね、まあそれはしょうがないんですけれども、駅の足浸かる時間あるかな。意外とね、そんな時間もないかもしれない。北海道の観光地ってまあ大体どこ行っても似たような感じだし、まあ景色も似たような感じだしね、まあ北海道観光なんてそうでもないかなと思ってたけどね、ここはもう超おすすめ、もうすげえ面白いですね。うん、やっぱね、一発絵がねあるからねこれはいいコンテンツですわ。これね、もっと押してほしいんだけどね、なんかどうにかプロモーションできないですかね普通に温泉街行かなくて正解だったと思うわ。もうあと25分しかないの、やばいよこれ。ノロッコに乗り遅れたら札幌帰れないんだからね。いや、多分ね、釧路までは帰れるんじゃないかなと思うんだけど、あ、それかもうこっからだったら網走に抜けた方が近いのかな。もしかしたら網走経由だったら最終のオホーツクに間に合うのかもしれないけど、どっちにしても今日札幌帰るぞ俺は札幌に帰るんだ俺はっていう意気込みで走ってるけど、カメラも遅いし、遅いじゃない、重いし、リュックの中もね、パソコン詰まってるからね、重たいんだわ全然スピード出ねえわ、疲れた。なんとか今15分前、今14時45分ですけど、なんとか戻ってこれましたね。温泉駅に来たのに全くお湯に浸からないのもあれなので、駅併設の足湯にね、ちょっと入れたら入っていこうかなと思います。なんかよく見たらレンタサイクルみたいなのやってたのかな全然気づかなかったけど、じゃあちょっと足湯行ってみますか。5分ぐらいだったんだけど、もう一瞬で足の疲れが取れましたわあの重い荷物担いで1キロ往復したけど、いやーありがたいね。いやこれね、ほんと温泉地行けたらどんだけ良かったことか全身の疲れを溶かしたいぐらいなんですけど、ほんとこの足湯いい湯でございました。本当にありがとう。じゃあもう時間もないので帰りのノロッコに乗りたいと買います。帰りはプッシュプル運転なのかな。まあすごいね、指定席には単調がいるんだね。アシカもいるわ、すごいね。指定席は随分立派に作ってあるんだけど、さようなら川湯温泉ありがとう、とっても楽しかったよが沈む湿原なんか日本の景色とは思えないですけど、すごい綺麗ですね。いやー、これがノロッコ号の魅力なんですかね。いいね。あら、沼もあるわ。本当ノロッコ号はね、これ釧路湿原ノロッコ号初めて乗ったけど、思ったよりいいですね。そしてすげえ鹿さんがいるわ。
手の手なわけで釧路駅に到着しました。無事一応日帰りで帰ってくることはできました。このシリーズでは毎回恒例なんですけど、まあ、温泉にね行ったまあ感想というかまあ評価をするんですけど、まあ、まずはねその温泉駅への到達難易度ですね、星3ですね。まあ、あの1が簡単で5が難しいんだけど、これね普段はね川湯温泉までノロッコ運転してないからもうちょっと行くの大変だと思うんですよ。ノロッコなかったとしてもまあそれなりに多分行きやすいので、まあ星3です。けど札幌から釧路から行くのは簡単なんだけど、札幌から行くのはちょっと大変かもしれないね。札幌からだったら星4くらいになるかもしれないけど、まあ、釧路出発なら星3かなって感じです。その下調べなしでの入浴難易度についてですけれども、これも星3ですね。下調べなしでも多分ね温泉地にはたどり着けます。っていうか足湯はもう駅にあったしね、割と行きやすいとは思います。ただ思ったより温泉街が遠かったっていうのがまあ理由で今回たどり着けなかったんですよね、温泉街に。だからやっぱりねある程度下調べはしておくべきですよね。で時間が許すんだったらもうちょっとなんか余裕を持った日程にしておくと、まあ川湯温泉をちゃんと楽しめるのかなとは思います。ということで下調べはしていきましょうという話でした。で最後に温泉地の総合満足度ですが、まあ、すげえいい湯だな、カッコ仮にしておきます。でカッコ仮なのはねやっぱりあの温泉に実際入れなかったからね、どんなもんなのか分かんないんですけど、まあ、まず足湯がすごく気持ちよかったっていうのと、まあ、あとはあの硫黄山だよね。もうあれがでかいけど硫黄山がすごく良かった。だから、まあ、あれも含めてなんか温泉のコンテンツだと捉えれば、まあ、ものすごくいいです。で、まあ、こうなんかアクセスを、ね、もうちょっと良くしてくれれば嬉しいんですけど、まあまあそれにしてもあれがあるだけででかいです。すげえいい湯だなに認定です。はい、おめでとうございます。ということでですね、まあ、これからもテクテク鉄道ではいろんな丸々温泉駅に突撃したいと思っております。また次の温泉地でお会いしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。